今日はピンカル TV 株式会社のスーパーの面接をします。私が質問するんですけど、それにしりとりで答えないといけなくて、しりとりで答えられなかったらまず退場です。あと絶対笑ってはいけません。笑ったらそれも退場になります。ではどうぞ。失礼します。はい、じゃあまずそこの君、名前をどうぞ。で、テイダは退場になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではそこの君、名前は？私の名前は関谷できと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ名前お願いします。鈴木ゆさです。はい、じゃあそこの君、名前は何ですか？かです。はい、じゃあここのスーパーに入ったら何の仕事をしたいですか？何の役割をしたいですか？顔つぶす役割をしたいと思います。顔をつぶすとはどういうこと？通り魔とかにからひっついてるんですよ。よく見かけるんです。通り魔の後ろに顔ひっついてるので、蚊と通り魔を一緒にぶっ倒す役割でございます。スーパーで働けたら何の役割が希望？うさぎを切る役割です。スーパーにうさぎはいません。ゆたさん、アウト。めっちゃつぼるじゃん。失礼しました。資格じゃあ自分の長所をどうぞ。今日ですね、私の長所はぞアウト。ぞ、どうぞ。どうぞ。長所なんてどうぞ。長所どうぞ。長所どうぞ。そんなに来るや。あらららら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。採用。本当にありがとうございます。何も喋ってないんだけど、金終わりです。皆さんこんにちは。株式会社 PL 運転手の松本です。今回私が決めるのはトラックの運転手でございます。毎日18時間運転するという過酷な業務をこなしていただく審査を今からやろうと思います。それではどうぞ。失礼します。失礼します。失礼します。こんばんは。私に言っていますか？はい、いつもありがとうございます。では審査を始めます。まずはじめに志望動機。気をつけようと思ったからです。ありがとうございます。次の方。たぬきです。次の方。大切にします。では道に人が倒れていた場合は何をしますか？私ですか？私はどうしますかって言ったんですけど、まっていうのは、え、
ください。なんて読んでます。道に人が倒れていた場合どうしますか。私。あれ？なんで？道に待っていた場合バネ止めてた私。もうやば。だから失礼しました。出直してきます。ありがとうございました。あなたのお母さんのいいところは歯並びが綺麗なです。お父さんの嫌いなところは甘い。髪の毛綺麗だね。猫のおかげです。リボンはどこのですか？加藤さんの家のです。ありがとうございます。ちなみに、おいくつ？29ぐらい。こちらは？我が家です。では、最後にアピール。ルビー結構好きです。こちらはわからないですね。アピールポイントがないってことですか。加藤さんですか。私は松本です。すいません。あっ私はそれではシリさん採用です。18時間頑張って運転してください。ちょっと嫌ですそれでは今回は私のマネージャーを募集する面接をしていきたいと思います。それではどうぞ。失礼します。失礼します。失礼します。来てくれてありがとうございます。ではお名前をどうぞ。ゾウです。ありがとうございます。ではお名前を教えてください。伊佐のサダイです。ありがとうございます。では次の方。たぬきです。では次どうぞ。ゾウキムです。みんなすぐ。みんな取れないようにね。はい。じゃあ今日のコーデのポイントを。大きいのが可愛いです。お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 。ポイントお。セリアート、ウォらしいです。ごめんなさい、ちょっと言えばよかった。難しい。じゃあ、服のポイントを綺麗にできるんですよ。このところで何を綺麗に。人間たちを綺麗に着こなすことができるコーデ、とても可愛らしいお洋服と。あ、同じ質問でお願いします。スミレの花が咲いたような色をしているからです。あ、全然なんか違う色だと思います。あ、目でお願いします。すいません、腹痛が。あ、ちょっとトイレへどうぞ。やだ、アウト。僕のホスター。失礼します。撮りたかったです。失礼します。バイバイ。じゃあマネージャーになって好きなポーズをお願いします。お願いします。素敵なポーズです。
ありがとうございます。では、お願いします。素晴らしいでしょ。素晴らしいです。ありがとうございます。え、ミッション全然わからないんだけど。私の名前は覚えていますか？あ、覚えていませんか？覚えています。簡単な問題すぎて答えるのもちょっとおこがましい質問ですね。じゃあ名前を言って。加藤レイラさん。違います。はい、お願いします。素晴らしい名前なので覚えておりますが、犬飼レイラさんですよね。そうです。ありがとうございます。なんでこの笑顔を見る。最近面白かったお話をして。デビで犬飼レイラ様を見かけた時はもう美しさのあまり笑いすぎてしまいました。次の人。隣の部屋に住んでる人が寝ている時に突然話しかけてきたんです。それが面白かったんですか？加藤さんですよね。違います。隣の人の話どう思いましたか？加藤って誰ですか？やっぱ、あなたかな？やっぱ、あなた！やっぱ、あなた！採用されたのは激戦でした。これからよろしくお願いします。お願いします。精一杯お花を咲きますね。お願いします。はい、ということで今回の動画はピンクラテイメージモデル関谷歴ちゃんとのコラボ動画でした。ありがとうございました。どうでした？歴ちゃんめっちゃ面白かったですね。面白かったよね。でもみんなもう言葉のセンスよね。でも笑いこらえに必死でした。全然笑わないんですよ。めっちゃ大変だった。全然笑わなくて笑わないんだなって。いや笑いますよ。ちゃんと笑いますこらえて。めっちゃこらえてました。楽しすぎて、なんか久しぶりにこういうゲームなんかすごい強かったです。めっちゃ楽しかったです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。